6月10日第10回救世軍オンライン祈祷会。聖書詩編56編9節。あなたは私の嘆きを数えられたはずです。あなたの記録にそれが載っているではありませんか。あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。神を信じて歩む人生にも、嘆き、涙を流す辛い経験をすることがあります。そのような辛い経験の中で、私たちは神に祈り、賛美を捧げます。神は私たちの涙を覚えて、皮袋に入れてくださるお方です。皮袋は命を保つための水を入れておく最も大切なものです。皮袋の水は喉を潤し、生きていくための力となります。私たちの流した涙は、神の皮袋に入れられることによって、祝福を豊かに与える力となるのです。神の前に祈り、流した涙は、溢れる祝福となります。神は私たちの流した涙を残らず覚えていてくださり、祝福に変えてくださいます。私たちの涙を覚えて、祝福に変えてくださる神に祈りましょう。祈りましょう。今日の祈り。1、私たちを通して神の印と不思議が表されますように。2、経済活動が支えられ、必要な支援が行われますように。3、医療や介護の働きが守られますように。私たちの涙を覚えてくださり、祝福に変えてくださる神様、あなたがいつでもどこでも共にいてくださり、涙を祝福に変えてくださることをありがとうございます。今涙を流し苦しみと戦っている人に、神様から来るところの豊かな慰めが今与えられますように。神様がお一人お一人の人生を祝福してくださって、神様と共に歩むことができますように今導いてください。あなたが今生きて働いていてくださり、涙を覚えていてくださることを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。